ナマステー、シシです。今僕はインドのブッダガヤという場所に来ております。ここのブッダガヤに来た理由は、というよりも僕がインドに来た理由の一つが、インドでヴィパッサナ瞑想というものを受けてみたいなと思っていたからです。このブッダガヤはお釈迦様が悟りを開いてブッダになったと言われている場所で、なんかこんな感じの大きな木があるらしいんですけど、ブッダガヤにはその木の前でこのヴィパッサナ瞑想をして、で悟りを開いたっていう話があります。だから僕はこのブッダガヤにヴィパッサナ瞑想を受けに来ました。気になるヴィパッサナ瞑想とは一体何やねんっていう話なんですけど、瞑想好きな方とかちょっと聞いたことある人いるかなと思うんですけど、僕は映画で見て知りました、このヴィパッサナ瞑想って。で、僕が見た映画は食べて祈って恋をしてっていう、ジュリア・ロバーツっていうすごい有名な女優が主演の映画なんですけど、会社を辞めてで一人旅をするんですよ、海外を。で、タイとか行ったり、あとはインドネシアとか行ったりで、インドに来て、でインドでその瞑想を学んでっていうシーンがあって、それを見て僕もなんだろうこれって気になって、それがヴィパッサナ瞑想を知ったきっかけです。でヴィパッサナ瞑想は10日間の間、瞑想センターに泊まり込みで毎朝4時から夜の9時まで休憩を挟みつつ、毎日10時間の瞑想を行うプログラムです。で毎日10時間で10日間なんで、だいたい瞑想の合計時間は100時間を超えるそうです。でヴィパッサナ瞑想期間中の10日間はスマホやパソコンはもちろん、本も持ち込み禁止で、多分持ち込めるものって言ったら洋服ぐらいかなと思います。なので僕も今からあと1時間後にはこのスマホとかパソコンとか荷物全部預けに行きます。宗教とかカースト制度に関係なく、誰でもヴィパッサナ瞑想を受けることができるんで、多くのインド人がここを訪れます。で多くの外国人もここを訪れます。インドには多分30カ所のヴィパッサナ瞑想センターがあるんですけど、ちなみに日本にも2カ所、京都と千葉にあるらしいです。そして気になる値段はなんと無料。ドネーションって言って、最後10日間の後に寄付みたいな感じで気持ち分を支払うらしいです。で、飲食は基本的にベジタリアン料理が提供されてて、さっき僕もちょっとランチ食べたんですけど、野菜カレーでした。なので多分野菜カレーとかがメインなんじゃないかなと思います。じゃあ今から受付をしたり、あとは部屋を見に行ったり、一緒に行ってみましょう。ヴィパッサナ瞑想を受ける前に受付を済ませたら、次はランチ。ここで無料のカレーなどのランチが食べられます。偶然僕の T シャツを見て、 YouTuber ですかって聞いてきたインド人の YouTuber。 かなり美味しい。多分ナスビかな。オンリーベジ。ヴィパッサナ瞑想中の10日間は、ビーガン料理、ベジタリアン料理しか食べれません。なんか鐘が鳴っておりますけど、今受付を終えて、僕の部屋ナンバーは M69 らしいんで、そこに向かってます。こんな感じでたくさんの Thank you。 こんな感じでたくさんの泊まる場所、部屋がありますね。さあ僕の部屋はどこだ。ちなみにですね、午後の3時半から全部没収されて使えなくなるみたい。 Thank you。 あれ、あ、すごい。 So another guest come here?OK。 どうやら2人、 So you take this band or that band? Choice is yours。 Okay。 さあ部屋に到着しました。どうやらこの2人部屋に泊まるそうですね。だからもう1人人が来るけど、その人と僕はこの狭い空間で話すことすらできない、アイコンタクトすら取れないみたいなカオスやな。すげえ。お互いの存在を認識してるけど、お互いの存在を無視し合うみたいな、そんな感じになるみたいですね。これが多分ブランケットですね。鍵はあるのかって聞いたら、財布とかスマホとか全部預けてしまうから鍵は必要ないって言ってました。でこっちが、水場ですかね。トイレはこんな感じで洋式ですね。これがシャワーかな。
あなるほど、上から出ないタイプのシャワーですね。ここの水をバケツに溜めて、バケツの水をすくって使うみたいな、多分そんな感じだと思います。ヴィパッサナ瞑想は始まる日にちとか終わる日にちが決まってて、この日からこの日参加するみたいなの決まってるんですけど、今日から参加の人がすんごい多い。でパッと見た感じだけで多分30人以上はいます。これがいわゆる瞑想センターみたいです。毎日ここに行って瞑想を行うみたいです。でもう一つ瞑想センターがあるみたいなんですけど、この瞑想センター2つとも瞑想センターの中は撮影禁止なので、こうやって外からだけ撮影できます。はい、ヴィパッサナー瞑想の施設は大体こんな感じです。今日から10日間一体どのような体験が僕を待ってるのでしょうか。僕はただ瞑想が好きで習慣に取り入れてて、なんかせっかくだったら瞑想の最も深い部分学んでみたいなと思って興味を持ちました。今日から10日間は間違いなく僕の人生に良い影響をもたらしてくれると思います。だってお釈迦様が悟りを開いた、ブッダになった方法の瞑想ですよ。いや絶対やばいだろうな。10日間は誰とも言葉を話さないため声を発しないんですよ。だから今日から10日後の最初のビデオが僕の人生の中で最も美しい言葉、声な気がします。わかんないけど。だって10日間声発さなかった経験ないもん、人生で今まで。だからそれだけでもね、すごい経験ですよね。もちろん10日間スマホ触らなかったこともないし、いやーもうなんか初めてのこと続くし、だから期待値がすっげー高いです。じゃあ、10日後の僕をぜひお楽しみに。ヴィパッサナー瞑想、行ってきます。じゃあ今からついに荷物を預けます。さあここから10日間携帯も使えず未知なる世界に行ってきます。